バレリー・アダムスはニュージーランドの陸上競技選手。かつてバレリー・ビリの名で知られた。18人兄弟で弟の一人にバスケットボールの NBA 選手のスティーブン・アダムズがいる。2002年に世界ジュニア陸上選手権で優勝し、コモンウェルス・ゲームズ・マンチェスター大会で銀メダルを獲得した。2004年アテネオリンピックでは8位入賞に終わっている。この間、 ニューカレドニアの円盤投げ選手であるベルトランビリと結婚した。その後離婚した。2005年の世界陸上ヘルシンキ大会では1 9ル8 7の記録で銅メダルを獲得、世界のトップアスリートとなる。2006年のコモンウェルスゲームズメルボルン大会で1 9ル6 6の記録で優勝し、大会記録を20年ぶりに更新した。 2007年の世界陸上大阪大会では最終6投目で自己新記録の2 0ル5 4を記録しベラルーシのナドゼやオスタプチュクを逆転して金メダルを獲得した。2008年北京オリンピックでは2 0ル5 6の自己ベストで金メダルを獲得した。2009年の世界陸上ベルリン大会でも金メダルを獲得。 IAF ワールドアスレチックファイナルでは 21m07 の自己ベストで優勝した。2011年の世界陸上テグ大会では自己ベスト及び大会新記録体の21平方メートル4で世界選手権3連覇を達成した。2013年の世界陸上モスクワ大会でも金メダルを獲得女子として初めての世界選手権4連覇を達成した。 ありがとうございます。